Get
たあなた。
ダジャ。はーい。はいはい。頑張って。
Thank you.
力になってくれるぷ。こんにちはぷ。
Thank you.
指示に従おう。完璧な放物線さ。熱あるところに光あり。それふっにゃターゲット確認。お目目を回さないでね。やー感電注意。しぶといじゃないか。この子の可愛さ、爆発級。モニュメントの中にいたっていう例の怪物、よりによってハンドが調査を引き継ぐわけ？うん、私たちと白銀重工は現場で確かにそう聞いたよ。もちろん怪物の残骸は治安局が回収するけど、残骸を乗せた自動輸送車はホロを抜けたら直接ハンドに引き渡すんだって。まあ確かに、ああいう変なものを調べるのは治安局よりハンドのお箱かもしんないわ。でもその2つはあんま仲良しってわけでもないのよ。あんたたちが会った治安官ってのは
ちゃんとその辺割り切れるタイプみたいね。できる人間だわ。あらやだ、もうこんな時間じゃない。この後はビジネスのお時間なの。おしゃべりはこの辺にしとかなきゃ。とにかくレインを探す件についてはいい知らせを待っててちょうだい。ありがとうニコ、バイバイ。お、お兄ちゃん、おかえり。レインを探してること、ニコにも話したようだね。うん、広場で起きたことが私たちに関係あるんじゃないかってニコの方から聞いてきたんだ。あの日の戦いきさつを話したついでにレインを探すのも頼んじゃった。そうそう、もう一つ伝えることがあるの。今朝はクレタからも電話があって、怪物の残骸を回収する時間が決まったって治安局から連絡があったみたいだよ。ハンドがなるべく早く調査結果を出してくれるよう祈るよ。そうだね。ま、あの怪物の調査もレイン探しも私たちにできるのは待つことだけだけど。お兄ちゃん、どうせ今はやることもないし、近々時間を見つけて一緒に治安局にでも行かない？治安局に？今行って何をするんだい？お兄ちゃんったらもうすっかり忘れちゃってるんだから。私たちの運転免許もうすぐ更新だよ。こないだフェアリーが教えてくれたでしょ。マスター、あなた様と助手2号の免許更新はすでに治安局のウェブサイトから申請済みです。ですが残念ながら受け取りには直接本人が治安局まで行く必要があります。早めにルミナスクエアの治安局まで行って新しい免許証をもらってこよう。まあルミナスクエア行きの地下鉄っていつも混んでるから車で行っちゃうのがいいと思うけどね。
あ、遠い。疲れた。車止められるとこ全然近くになかったね。こんなに歩くんなら最初から地下鉄にすればよかった。もうちょっとだり、頑張れ。たったの300メートルだぞ。それに最近は運動不足だったんだ。これくらいちょうどいいんじゃないか。運動不足はお兄ちゃんだけでしょ。私はね、イアスに便乗して走ってることにしてるだけのお兄ちゃんとは違うの。それに最近ご無沙汰なのは運動だけじゃないよ。お兄ちゃん、前にジャトヤとご飯食べてから私たちずっと美味しいもの食べてないよね。さっきから疲れたことを必死にアピールしているのにはもう裏があると分かっているんだ。へへん、最近はお仕事頑張ってるからね。自分にご褒美をあげるのもいいと思わない？どうどう、用事が済んだらさ、この辺でご飯食べて帰ろう。いいよ、食べ放題とかでなければ何なりと。やったー、お兄ちゃん大好き。近くに美味しいとこがあるか調べるね。ん、電波が。リン、どうした？危ない。壊れちゃった。リン、大丈夫？怪我はない？リン、リン、無事か？怪我は？あ、うん、大丈夫。あれ、私たちどっかで会った？うん、会った。あ、いや、混乱しているんだろう。シュエイさん、ジン、さっきは本当にありがとう。二人が助けてくれなかったら今頃病院のベッドの上だったかも。気にしないでください。市民を守るのが治安官の責務ですから。それにこちらこそ庁舎の作成で時間を取らせてしまいました。ご協力ありがとうございます。事故を起こしてしまった運転手だけれど、その後の様子はどうなんだい？お気遣い痛み入る。運転手は軽い怪我で済んだが、ことのほかショックが大きかったようでな。事故前後のことを全く覚えておらぬそうだ。だが案ずるでない。兵来たらば将で防ぎ、水来たらば土で塞ぐとは個人の言葉。治安局がいずれ真相を明らかにするであろう。もうこんな時間ですか？二人とも今日はもう帰って大丈夫ですよ。もし事故のことで何か気がついたら、些細なことでもいいので連絡をください。二人とも、改めて妹が世話になったよ。シュエンさん、ジン、六分街に来ることがあったら私たちのビデオ屋に寄ってね。会費無料で会員カードを作ってあげる。主らは六分街に住んでおるのか。ならそう遠くないうちに再びまみえるであろう。え、そうなの？
先輩、そういう曖昧な言い方をしないでください。家に治安官が押しかけてくるのかと思うでしょ。すみません、先輩が今言ったことについてはこれを見てもらえると。チラシに載っているこの治安官、どことなく見覚えがあるな。こちらはヤヌスク治安総局のブリンガー副総監です。私とチェンイー先輩は副総監命令でルミナ文書に臨時で派遣されてきました。治安パトロール強化月間で行われるイベントの準備のために。もう少ししたらここで市民向けの大規模な安全講習会が開催される予定なんですよ。より多くの市民に参加してもらいたいので、私と先輩は付近の各街区でアンケートを配って回ります。そういうことなら歓迎だ。ありがとうございます。このアンケートは先に渡しておきますね。もしイベントに参加するつもりであれば、記入したものを私たちが六分街へ行った際に渡してください。それでは店長のご両人、また会おうぞ。へえ、六分街に住んで長いけど、こういうことで治安官がわざわざ訪ねてくるって初めてじゃない？それはさておき、お兄ちゃん、一個話しときたいことがあるんだ。シュエンさんとチンイーのこと。ちょうど僕もその話をしようと思っていたけど、治安局の近くでするのはやめた方がいいな。うん、とりあえず家に帰ろう。やっとさっきの話の続きができるね。シュエンさんとチンイーのこと、お兄ちゃんも気づいたと思うけど、私たち初めましてじゃないよね。怪物と戦ったあの日、白銀重工から通報を受けて
フォローの現場に駆けつけてくれた治安官がいたよね。あの二人だよ。お兄ちゃんはイアスの中で普通のボンプのふりしてたから、向こうは白衣重工以外に誰かいたなんて思ってもいないだろうけどね。リンがうっかり彼女たちの前で言ってしまわなくてよかった。僕がとっさにフォローしたからだけどね。お兄ちゃん、二人にはまた会うかもしれないわけだし、念のためにもう一回イアスの視覚記録を確認してみようよ。フェアリー、あの時のデータを出してくれるかい？はい、マスター。ご要望に合致する映像記録を発見、再生します。ご協力ありがとうございます。事件の経緯は8割方把握しました。本日早朝、キャロットを積んだボンプの故障で、あなたたちは誤ってフォローの深部へ迷い込んだ。そしてここで正体不明の怪物に襲われた。故障したボンプというのはこれですね。ああ、でも部品の侵食だけかもしんねえし、まずは点検だな。詳しい報告書は後で。げっ、うん、我の錯覚であろうか。こやつ妙に利口そうな顔をしておる。ひとたびそう見えると何やらずる賢いようにも。ちょ、何してるんですか先輩。ダメですって。通報者の前ですよ。そんなこと言ってクレームが入ったらどうするんです。どうやってフォローに迷い込んだのかはさておき、白衣重工が普通ではないものに遭遇したのは確かなようですね。しかりこのような奇妙な性質、記録にはない。我が詳しく見てみよう。ん？結晶内部は何か。ペロ。やめてください先輩。医学鑑識課ではない治安官は規定により勝手に証拠を調べてはいけないんです。それにいくら先輩の素体が抗侵食特化だからといって、さすがに危険すぎますよ。長官、現場はこちらです。で、そのけだもの、いや極悪非道な犯人はどこだね。ブリンガー長官、どうしてこちらへ。お、現場の担当は主演とチーンか。いや、さすが我が局捜査課切手のエリートだ。ハッハッハッ。連れてきた犯人と私をいい角度で写真に撮ってくれたまえ。そうすれば明日の一面は。長官、ここに犯人はいません。通報者を襲ったのは
エーテル活性の高い未知の個体でした。ん？なんだと？要はただのエーテリアスということか。いえ長官、敵は特殊な性質が見られ、フォローの異変か新たな犯罪の産物である可能性が。まあ待ちたまえ。そのだ、いいか主演、治安官として警戒を怠らない姿勢は立派だが、間もなく選挙が近い。そんな時期にフォローで正体不明の怪物だなどと、私の票に、あ、いやいや、市民たちを不安にさせてしまうだろう。よって軽率に治安局から情報を発表するわけにはいかん。まずは事の次第を精査せんとな。ご安心ください。収集した証拠はハンドに引き渡し、専門的な分析にかけてもらうよう申請しました。結果はすぐ出るから。何？証拠をハンドに引き渡す？君たちのやり方は間違っていない。しかしだ、以降の証拠の収集は鑑識課の者たちに任せよう。君たち二人は私が常に全幅の信頼を置いてきた部下だ。これから君たちには非常に重要な任務を任せたい。誰が見たっておかしなエーテル活性体なのに、ブリンガー長官は興味ゼロだったね。まあハンドに証拠を渡すこと自体は反対しなかったみたいだけど、今気づいたんだけどさ、ブリンガー長官が言ってた重要な任務ってルミナ文書の安全講習イベントだよね。わざわざ主演さんたちに任せるんだもん、よっぽど特別なイベントなのかな。フェアリー、何か情報はないかい？ルミナスクエア治安パトロール強化月間で検索中。複数のメディアで言及を見つけました。読み上げます。今月に入ってから市内で重大事件が頻発していることを受け、ヤヌスク治安局は治安維持と市民の防犯意識向上のため治安パトロール強化月間イベントの展開を決定。同イベントには一線で活躍する捜査課の治安官が数名特別に派遣され、企画に協力するとのこと。今回のイベントの発起人としてヤヌスク総局の副総監ブリンガー氏もルミナ文書での講習に自ら出席する模様。その際長官は今回のイベントを担当する治安官とメディアの取材に応じ、市民が最近関心を持っている質問に答える予定。ブリンガー長官が直接会場にってだけじゃなくて、メディアもたくさん来るんだね。お兄ちゃん、今の聞いてたでしょ？主演さんとチーンも一緒にインタビューを受けるんだって。治安官にとってきっとすごく誇らしいことだよね。お兄ちゃん、この安全講習ってやつどう思う？市民のための安全講習なんだ。言って損するものでもない。
治安局のお偉いさんも来るなら役立つ情報が聞けるかもしれないしな。よし、じゃあそれで切って。あとで周縁さんたちが六分街に来るとき、私たちもイベントに参加したいって言いに行こう。近頃不穏分子が活発になりつつあります。ヤヌスク治安局は市民の皆さんに防犯知識を身につけてもらう目的で治安パトロール強化月間というイベントを展開します。もうすぐルミナ分社で専門的な安全講習を開きますので、時間があればぜひご参加ください。治安局が市民向けに行うイベントですか。懐かしいですね。実は私も何年か前に参加したことがあるのです。私はご来場の皆様に引き立てのコーヒーを無償で提供したものです。当時の光景はさながらコーヒーの試飲会といった様相でした。決してお高い豆ではありませんでしたが、ですが惜しいかな、現在の治安局は至る所に芳香剤の香りが漂うようになり、コーヒーを味わいながら気兼ねなくお話のできるような場所ではなくなってしまいました。それはどういう意味でしょうか。時が経つにつれ美酒などはますます芳醇になるものですが、悪くなってしまうものもあるのです。わあ、コーヒー豆のお話ですよ。ですので私は店のコーヒー豆が人様にため息をつかせるような運命をたどらぬよう彼らをよく引いてやらねば。イベントへの参加はお断りせねばなりません。残念です。遠蔵殿、資料を拝見する限り六分街でカスタムショップを経営しておるとのこと。講習に興味はおありか。いや
裏若いお嬢さん二人に誘われちゃ当然参加しない手はないんだけどな。その日はちょうど俺の一番上のおばさんの、そのまた二番目のおばさんのじいさんの息子のいとこの結婚式なんだ。大事な親戚なもんで欠席するわけにはいかなくてな。なるほど。それではその大おば様にご結婚おめでとうとお伝えくだされ。ああそうだ、もうすぐ車を取りに来る客がいるんだった。急に思い出したぜ。というわけでここいらで失礼するよ。シュエンさん、チンイ、おはよう。アキラ君、リンちゃん、あなたたちでしたか。おはようございます。これ、僕と妹の分のアンケートだ。僕たちは講習に参加することにしたよ。それは強行。もしヌシラが来てくれなんだら、我らはまだ一人も参加者を集められずにいるところであった。先輩、何もそんなあけすけに言わなくても。なんだ、我の申したことは事実ではないか。別に彼らも知らぬ仲というわけではないのだから良いであろう。そうそう、チンイの言う通りだって。でも六分外の人たちが誰もイベントに行きたがらないのはちょっと不思議だね。私のイメージだとみんな熱心に協力してくれそうなのに。何か僕たちに手伝えることはあるかい。そういうことで言えば、ヌシら二人に教えを請いたいのだが、六分外の住民台帳には名前だけで住所は登録されておらん者たちがいる。彼らが今どこにいるかわからぬか。ちょっと見せて。アシャさんにチョップ大将、このスパイクさんっていうのは多分だけどうちの会員のおじさん。ちょうど知り合いばっかりだよ。なら僕と妹で彼らにアンケートを渡してくるのはどうかな。そうしよう。六分外のみんなって普段あんまり治安局の人と関わんないから警戒しちゃってるのかも。でもご近所の私たちから説明すればみんなちゃんと聞いてくれると思うよ。ですがあなたたちの手を煩わせるわけには。二人だってこの前僕たちを助けてくれたろ。地元の人間として当然のお返しさ。主演、門を出てては道を尋ねよ、郷に行っては郷に従えであるぞ。凛とアキラが手伝ってくれるというのだ。お言葉に甘えようではないか。そうですね、ありがとうございます。二手に分かれてまたこの近くで落ち合うようにしましょう。
おう、アキラにリン、よく来たな。客から聞いたぞ。あの治安局のジョーちゃんたちを手伝って、チラシだかなんだか配って回ってんだってな。ご苦労なこった。ならチョップ大将、このアンケートを見てもらえるかい？別に見る必要なんざねえ。治安局がルミナスクエアでなんとか講習を開くってんだろ。とにかくその日は用事があんだ。参加できねえと治安官さんに伝えてくんだ。やっぱり実はチョップ大将も参加してくんないだろうなってうっすら感じてたんだ。
さっき主演さんたちに大見え切っちゃったんだけどな。なんで俺もっつうのは。お前さんたち他の連中にも断られたのか。そうなの、アシャさんでしょ、スパイクおじさんに。今朝はマスターティンとエンゾおじさんにも断られたって。チョップ大将、みんな揃って口裏を合わせているのかい。そんなに摩訶不思議なことでもねえよ。昔っからの六分街の住人にゃ、お前さんたちが知らねえことを知ってるやつもいるってこった。リン、アキラ、チラシに書いてあるこの男、誰だか知ってるか。ブリンガー長官だよね、今回のイベントの発起人だって。ならこいつは聞いたことあるか。かつてのエリートの時代、治安局にはフォローを征服した英雄がいたって話を。なるほど、そのブリンガー長官がフォローを征服した英雄だと。当たりだ。キュート陥落前、ブリンガーの野郎はちょうど俺の住んでたとこで文書の副所長をやってた。現場からの叩き上げだったせいか、副所長になっても現場主義のままでな。住人たちとの距離も近かったし、そりゃ好かれてたのよ。ある救援活動の途中、あいつがフォローの中で行方不明になった時は、誰もがフォローでくたばったんだと思ってたが、やつは奇跡的に生還した。そんでフォローを征服した英雄になったブリンガーの野郎は、ほどなくしてヤヌスクの治安総局に栄転。ここ数年も出世街道まっしぐらよ。なんだか励みになる話だね。これだけならな。フォローを征服した英雄はフォローの中にガッツを置いてきちまった。今じゃもっぱらそう言われる始末だ。ブリンガーは未だに金言実直を公言しちゃいるが、俺たちみたいな古株に言わせりゃ、カメラの前でそう言ってポーズを取ってるだけさ。それにここ数年、あの野郎は明らかにトップスにすり寄ってやがる。あいつが治安局で進めてるとかいう取り組みのほとんど住民のためだなんだと言いつつ、結局は大企業を潤してしまいのもん。もうそろ市政選挙も控えてるが、あいつは今ヤヌスクの次期総監を見据える場所にいる。この時期にやれイベントだ、てめえの顔をチラシにするだ。何のためにやってんのかは俺が言うまでもねえだろ。ブリンガー長官にとってこの機会は選挙運動の一環ということか。そうと、安全講習だなんだってのは別にやったらいいが、その後ろでブリンガーの野郎が何か企んでるのかと思うと、心穏やかに参加できねえってなもんよ。チョップ大将、教えてくれてありがとう。まあそういうわけだ。悪いな、今回ばかりはお前さんたちの力になれそうもね。お兄ちゃん、ひとまずご近所さん3人のところは回ったし、
ちょっと言いづらいけど、帰って主演さんたちに結果を伝えよう。区分外中を走り回ったのに、講習に参加したいという市民は10人にも満たない。主演、人事を尽くして天命を待つとは個人の言葉言ったではないか。ことここに至っては白湯でも飲んで一息つくしかあるまい。先輩はお気楽に言いますけどね、講習を行う会場の収容人数は300人ですよ。このままだと当日は半分だって埋まりません。ヌリンガー長官がイベントにこの場所を選んだのも、付近に住民が多く参加者を集めやすいと踏んだゆえであることは自明。それがどういう巡り合わせか、ここの住民の多くは長官の以前の管轄から越してきた者たちばかり。あやつに対する苦情は少なくない。はあ、どんな面倒な任務もため息一つつかない主が、今日に限って何故かように落ち込んでおるのか。さっきまで首をかしげておったが、忘れるところであったわ。ブリンガー長官は主の恩人であったな。任務を果たせぬこともそうだが、長官が非難されるのを見るのも主にとってはよほど辛いのであろう。ブリンガー長官が私をフォローから救ってくださらなかったら、私は治安官になることはおろか生きてここにいることもなかったでしょうから。ここ数年長官の評判が芳しくないことは知っています。ですがあの人はたった一つしかない対侵食装備を子供に譲るという選択のできる人です。そんな人がどうして悪い人になれると。確かに長官はトップスと親交がありますが、それは治安局の設備の多くがトップスとの共同開発であるため、彼らとの付き合いは避けられないことです。それに長官もよくおっしゃっているじゃないですか、今の立場では変えられないことも多いのだと。もし今回彼が総監に選ばれれば市民の考えだって。祀るべくなきを祀るはへつらいであり、義を見てせざるは言うなきなり。はい、本来祀るべきではない御霊を祀るのはただのご機嫌取りであるということ。また身を挺するべき時に手をこまねいているのはすなわち臆病であるということよ。我らは治安官として何をすべきで、そして何をすべきではないのか、それを知ることが最も肝要。ブリンガー長官のなすことには人によって異なる解釈があろうが、彼自身にやましいことがあるかどうかは己のみぞ知るところであろう。その心にやましいところがなければ一時の誤解はやがて無償しよう。そうですね先輩。誰か来たようです。
ごめん、話の途中だったから。大丈夫です、雑談していただけですから。どうでした、例の住民たちは見つけてもらえましたか。アンケートは渡してきたんだけど、その日はみんな用事があるみたいなんだ。すまない、役に立てなくて。大丈夫です、彼らに取り継いでくれただけでも十分感謝しています。六分外ではこれ以上アンケートを取れそうにありません。今日のところは私と先輩は局に戻りますね。ちょっと待った、治安官のジョーちゃんたち、待ってくれ。ああ、よかった、まだ行ってなかったか。チョップ隊長、どうしたんだい、そんなに息が上がるくらい走ってきて。いや、なんつうか簡単には説明できねえんだが、とにかくあっちで事件だ。今はまだ睨み合いってとこだが、ジョーちゃんたち早く来てくれ。事件発生ですね、先輩行きましょう。おじゃあ俺と来てくんな。お兄ちゃん、私たちも様子を見に行こう。近くに治安官がいると言ったのはお前らだ。そいつらに判断させよう。犯人も何を盗もうとしたのかも明らかなんだ。どんな言い逃れができるか見せてもらおうじゃねえか。運転手さん、その明らかという点については異議を唱えざるを得ません。それは麦ラッテの泡だけを見てこれはコーヒーではないと判断するようなものです。落ち着いてください、私たちは治安官です。ここで何があったんですか。やっと来たか治安官さん。話はこうだ、俺はゲール、天満エクスプレスの運転手でこの近くに配達に来たんだ。さっき荷物を届けて次の届け先に電話してたら、突然トラックのあたりからドンという音が聞こえたんだ。慌くって車のそばまで行ったら、コンテナに積んであったアヒルがあちこち逃げ出してるじゃねえか。車のそばには慌てふためくボンプが一匹、そいつのことさ。
うんだ。お兄ちゃん、あれって雑貨店ワンフォーワンのお釣りじゃない？治安官さんよ、今回の件ははっきりしてるぜ。俺がトラックの異変に気づいた時、周りにいたのはそいつだけだ。そいつが俺のコンテナを開けたに違いねえ。車に積んであったアヒルたちは農場で専用に育てられた新種だ。1、2羽でもいなくなってみろ、俺の1ヶ月分の給料でだって弁償できねえんだぞ。運転手さん、あなたの証言は記録しました。そこのボンプ君、この件について何か言いたいことはありますか？なんだ。勝手にドアが開いたってのか？お前がコンテナを開けた後、うっかりしてアヒルを逃がしたんだろ。運転手さん、あなたのお釣りに対する態度はあまりにも手心というものがありません。治安官さん、隣人としてお釣りの名誉のために言わせてください。私は日頃からこの子をよく知っています。決してこんな常識に外れたことをする子ではありません。じゃあ教えてくれ。俺のコンテナには間違いなく鍵がかかってた。なんだって勝手に開いたんだ。治安官さん、このところ都市やボンプの犯罪は少なくねえ。そいつがやった証拠を見つけて俺の損失を弁償させてくれ。治安官さん、このままではお釣りは名誉だけでなく仕事まで失ってしまうでしょう。必ずや事件の真相を究明し、お釣りの無実を証明してください。あんなに興奮してるのは見たことないね。インスタントコーヒーのこと以外で。まさか六分街でこんな事件が起きてお釣りが巻き込まれるなんて。お釣りは私たちが六分街に引っ越してきたばっかりの頃からワンフォーワンで働いてたんだよ。私だってあの子がそんなことするはずないって思うもの。でも運転手がトラックの異変に気づいた時、そばにいたのはお釣りだけ。こればっかりは本当みたいだもんね。あれ、お兄ちゃん見て、みんな解散してく。主演さんたちもう事件を解決したのかな。どうなったのか聞いてみよう。リンちゃん、アキラくん、あなたたちも来たんですね。さっき後ろで大体話は聞いてたんだけど、
みんな解散したってことは事件は無事解決？残念ながらまだです。みんなで状況を分析して少し落ち着いてもらっただけですよ。今はどんな状況なのか聞いても構わないかな。ひとまずトラックの周りを一通り見て回った。とはいえアヒルが逃げ回った後の他に不審なものは見つからんかったぞ。おまけにこの辺りは街頭カメラがないゆえ、現時点で調査できるのはボンプの視覚記録、そしてトラックの盗難防止システムのみだが、その2つは技術部門の領分でな、すぐには結論が出せん。それは結構時間がかかりそうかい？ええ、おそらく 2,3 日は。その間はトラックの運転手もお連れくんも日常生活に大きな影響を受けることになりますね。私たちの説明を受けて運転手も一応の譲歩はしてくれました。今日のうちに時間通り配送ができれば和解に応じるとのことです。ですのでティンさんほか六分街の住民たちはアヒルを探しに行っています。お兄ちゃん、だったら私たちも急いで手伝おう。私と先輩も一緒に行きます。二人とも治安局に戻るんじゃなかったのかい？運転手が和解を申し出てくれたとはいえ、アヒルが全て戻ってくるまでにまた衝突が起こらないとは限りません。しばらくはここにいるべきだと判断しました。また本来は所轄の治安官が担当すべき案件ですが、任務を移管するのにも時間がかかります。市民の目にそれが治安局内で仕事を押し付け合っていると映ってほしくありません。それにこの事件には確かに疑わしい点もありますから、私と先輩はアヒルを探しつつ付近で他の手がかりも探してみることにします。シュエンさん、チンイ、ありがとう。じゃあ私たちも動こう。探し物は大得意だもんね、お兄ちゃん。Thank you.
やっぱり。お兄ちゃん、前に車使った時ライト消し忘れたでしょ。おかしいな。確かに消したはずなのに。それに前に車で帰ってきた時はもう暗かった。ライトがつきっぱなしなら気づいたはずだ。どういうこと？ライトが消えないんだけど。スイッチの故障ですかね。わかんない。押しても何の反応もないや。バッテリー上がっちゃうから、ひとまずライトのケーブルは抜いとくね。おかしいな。ちょっと前に車検に出したばっかりなのに、どうして急に？リン、気のせいか。今君が言ったことにどうも聞き覚えがあるような。うん？どうしたんです先輩、考え込んで。主演よ、主は気づかぬか。我らが今日遭遇した事件には皆車が絡んでおると。雑貨店のトラックが動かなくなり、カスタムショップを出たばかりの車が故障。アキラ君とリンちゃんの車はライトが。そして天満エクスプレスはアヒルを失った。車両絡みの事件ばかりが4件も起きています。
数日前、午後に私たちが交通事故に遭ったことも含めると5件だね。リンがあの時ぼーっと歩いていなければあそこまで大事にはならなかったかもしれないけどね。お兄ちゃん、私のせいだって言うの？あの時は急にスマホがおかしくなっちゃってそっちに気を取られてたの。ん？ルミナスクエアの事故に先立ってリンのスマホに何かあったのか？一体どうおかしくなったのだ？リンの話では電波が突然なくなって画面にカラフルな縞模様が表示されたらしい。けどすぐ元に戻ったんだろ？やはりか。先輩、覚えていますか？天魔の運転手は事件の時電話をしていたと。推測が正しければそこで何か別のことが起きていたはずです。うむ、お釣りも急に頭がフラフラしたと言っておった。同じ原因であると見てよいだろう。二人とも急に深刻そうな顔をしてどうしたんだい？リンちゃん、アキラ君、ここ数日で起きた車に関する全ての事故、背後にある真相が分かったかもしれません。まずはアヒルを連れ帰るついでにいくつか調査をします。後でトラックの近くで合流したらあなたたちにも説明しますから。お釣り、僕らはシュエンさんとチンイにここで待つように言われたんだ。彼女たちは来ていたかい？うんな、うんな、なななうんな。なあ、それについては俺が説明してやる。その二人ならさっき来てこのボンプから電流高の記録をコピーしてた。俺には変な質問をしたくらいで急いで行っちまったよ。聞いてもいいかい？彼女たちは君にどんな質問を？ああ、事件が起きた時俺は電話をかけてたんだが、その時スマホに何か異常はなかったかって聞かれた。確かにその時俺のスマホが勝手にオフになったんだよ。どうしてそうなったのかも、なんであの二人がそれを知ってたのかもわからんがな。え、あんたのスマホもおかしくなったの？あ、お兄ちゃん、わかったかも。最近起きてるこの異常、もしかして EMP ってやつじゃない？リンの言ったことはおおよそ当たっておる。シュエンさん、チンイ、おかえり。運転手殿、主は EMP 発生装置、つまり電磁パルス発生装置なるものを知っておるか？聞いたこともない。なんだそれ。起動することで近くにある電子機器に電流の変調を引き起こすものよ。軽微なら部品の故障程度で済むが、重篤であれば
危機全体を焼損させることもある。車両に触れることなくコンテナの電子ロックを焼き切るのもたやすいであろうな。コンテナが開いた時、主のスマホが不調をきたしただけでなく、お釣りの体内電流にも急激な上昇が見られた。いずれも EMP 攻撃を受けたことを示唆するに十分なもの。つまりこのボンプは俺と同じ被害者で、事件を起こした奴は他にいるってのか。ええ、これが私たちの導き出した事件の真相です。なんてこって、俺が短気なせいでさっきはひどいことを言っちまった。すまねえ、お釣りとやら。お前に濡れ衣を着せちまったこと心から謝る。うんな、うんな、うんな、うんうん。チアンカンさんたち、こいつを引き起こした犯人は誰なんだ？もう捕まえたのか？安心してください。今局の方で6分外の監視記録を調査しています。犯人が見つかるのは時間の問題ですよ。犯人は今日だけで EMP 発生装置を何度も使用しています。複数の事件現場に共通して映り込んでいた人物を調べればかなり絞り込めますから。主演治安官、ご依頼のあった監視記録の調査が完了しました。これまでに該当する不審人物は1名。現在通りの出口付近で追跡中です。尋問を行いますか？確保次第すぐにやってください。了解です。申し訳ありません、逃げられました。現在そちらの方へ向かっているものと思われます。先輩、急ぎ捕らえましょう。はい。待ちなさい！おい、何すんだ！止まらないと発砲する！こちら主演班。容疑者はホローへ逃走。引き続き追跡する。了解。頑丈なやつよ。手加減無用であった。状況は？犯人はホローに逃げた。うん、後を追います。二人は避難を。お兄ちゃん、こっそりついてっちゃおう。うん。お兄ちゃん。主演さんとチンイはもうホローに入ったよ。主演さんたちなら犯人を捕まえられると思うけど、一応私たちもホローに入って様子を見とこう。何か役に立てることがあるかも。ああ、あの犯人を見過ごすわけにはいかない。もしかしてお兄ちゃん怒ってる？あの犯人のせいで私が事故に遭うところだったから。私のことは抜きにしても、今日だけで6分外にいろいろトラブルを起こしてくれちゃってるんだから、きっちり落とし前はつけさせないとね。お兄ちゃん、準備できたらいつでも出発できるよ。私やみんなのために怒ってくれるのは嬉しいけど、主演さんとチンインは治安官なんだからね。フォローでは二人に見つからないようにしよう。